定式幕とは三色に染めた布を縦に縫い合わせて作った引き幕主に歌舞伎の舞台で使われる。歌舞伎の舞台では演目や場面によって様々な幕が使われるが、定式幕は芝居の幕開きと終幕に使われる。定式とは常に使われるものといった意味である。国立劇場の定式幕定式幕をはじめとして、 歌舞伎の引き幕はいずれも紙手から下手に引いて、閉じるのが普通だが、江戸時代には、下手から上手に引いて閉じていた。また上方の芝居で、定式幕に相当する引き幕は、本来は、縦縞ではなく、横縞に縫い合わされて作られたもので、紙手べたの双方から幕を引いて、舞台の真ん中で閉じる形式だったが、明治中頃から江戸と同様の形式となり、現在に至っている。 定式幕は、江戸三座のあった時代にはそれぞれ配色が異なり、舞台に向かって左から、中村座は黒から白から、柿色、市村座は黒から萌え木から、柿色、森田座は黒から柿色から、萌え木の三色を、それぞれ繰り返したものとなっていた。式帝三馬が、今日は三年に表した、君には、式幕について、の芝居は柿。 白の三色を用ひくる。小引町と市村座は紺、柿、緑の三色を用ひて、白を用ゆることなしとあり、黒の部分は、紺とも言われていたことが伺える。濃紺は黒に近い暗めの青紫である。中村座敷の定式幕ある時幕府所有の巨船は竹丸の矢倉を人足に焦がせる際に、初代、中村勘三郎が、倉小木の温度をとって、 その褒美に骨のを頂戴した。これを中村座の幕にしたのが、定式幕の起こりだと言われている。平成12年に公演を始めた平成中村座では、この黒から白から、柿色の中村座式の定式幕を踏襲している。市村座式の定式幕六代目、小野枝一行によれば、中村座の定式幕は五千種組で使われていた、日よけの幕を頂戴したものだとも言う。 その中村座の座元の娘が軒を連ねる市村座の座元のところへと継ぐことになったとき、その縁で市村座でも中村座の幕を使うことができるようになった。しかし白は汚れが目立つので、後に白の部分を模擬に変えて使うようになったのだという。昭和41年に国立劇場が開場すると、その定式幕にはこの市村座式が使用されることになった。 森田座、森田座式の定式幕今日一般に、定式幕と呼ばれるものは、黒から柿色から、萌え木の森田座の様式に倣うものが多い。これは、歌舞伎座が使用する定式幕が、この森田座式を踏襲していることによる。明治の初めに名工業士として知られた、森田座改めめ新富座の座元、十二代目森田館、いよいよは、一時期発足して間もない歌舞伎座に招かれて、 その所持番端を司っていたが、歌舞伎座が立つ小引町はかつて、森田座がその中心となって栄えた芝居町だった、ことから、この歌舞伎座の定式幕に、自らの森田座敷を、ちゃっかりと転用した。以後年を重ねてもこれを怪しむ者が出てこなかった、ことから、これが、歌舞伎座常識幕として定着し今日に至った。市村座敷と森田座敷の定式幕に関しては、 その配色の並び順が逆なのではないかという見解も出てきている。近世演劇研究者の今尾哲也は2010年に上司した歌舞伎通説の検証で江戸時代に制作された千代紙や浮世絵の中にはこの両座の定式幕の配色の並び順が逆になっているものもあることを指摘して今日歌舞伎座が使用する定式幕が実は 一村座敷で国立劇場が使用する定式幕が実は森田座敷なのではないかと推論している。ありがとうございます。